回、朗読劇ボイスアクトは初めての挑戦なので、ちょっぴりちょっと不安もあるんですけども、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今からとてもドキドキワクワクしています。楽しみです。はじめまして、アウトドア派のゲーマー女子、新人声優の中崎こと中村咲と申します。この度はボイスアクトに出演させていただけるかもしれないという、素敵なチャンスをいただき本当にありがとうございます。今までですね、朗読劇と舞台の経験はあるんですけども、ボイスアクトは初体験で、右も左も分かりませんが、一生懸命、取り組んでですね、目でも耳でも楽しんでもらえるようなパフォーマンスをしたいと思っております。そして今までですね、堀川さんに何度かお会いしたことあるんですけども、すごくパワフルでとってもパワーのある方なので、そのパワーに負けないように、キラキラしたパワフルパワーをですね、打ち返すぐらいの勢いで、私も堀川さんをはじめ共演者の皆様に食らいついて、素敵なステージを一緒に作っていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。以上、中村咲でした。ありがとうございました。こんにちは、ちゅーちゃんこと中西優香です。今回第4回の、ボイスパフォーマンス読んでいただきました。ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。今後新作が出るということで、どういうものができるのかなっていうのが今からとても楽しみです。私自身も新しい作品で、今度は裁判ということなんですが、裁判の役なかなかチャレンジしたこともないので、本当に今からドキ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 楽しみにしてます。皆さん応援よろしくお願いします。12月23日待ってます。坂本プロの相澤修です。今回第4回シャイニング劇場氷結に出演させていただくことになりました。第1回第2回第3回と生で見ていましたので、ぜひとも参加したいと思っていました。精一杯頑張りますので、ぜひ会場でお待ちしております。